令和元年6月16日、神戸王子スタジアムにて、2019春 X リーグジュニアトーナメント準決勝、クラブホークアイ対エコリング J スターズの一戦が行われます。試合開始14時40分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。クラブホークアイ対エコリング J スターズの試合を行います。手前側カラーホームスタンド側のチームがクラブホークアイ、奥側ホワイト、バックスタンド側のチームがエコリング J スターズです。両チームとも X リーグディビジョン2ウエストに所属しております。コイントスでキックオフを取ったチームが自分の35ヤード地点からのキックでゲームがスタートします。メインスタンドブルーのユニフォームがホークアイ、バックスタンドホワイトのユニフォームがエコリング J スターズです。ポイントスは東海が取ったものです。エコリング J スターズキックオフ、クラブホークアイリターンで試合が始まります。ポイントスの結果、ブルーのユニフォームホークアイのレシーブ、ホワイトのユニフォームエコリング J スターズのキックオフで試合が開始されます。なお本日1クォーター12分、1クォーター12分の練習順次で行います。それではここでアメリカンフットボールのゲームの仕組みをご紹介いたしましょう。アメリカンフットボールはコソッコとゲームは人気があるので、両チームはプロジェクトチームと守備チームに分かれます。